アパート、住みます、結婚します。会社、仕事、勤めます。ペット、犬、猫、飼います。もしもし。こんにちは、美咲さん。マイクです。こんにちは。今、忙しいですか？ええ。宿題のレポートを書いています。何かありましたか？はい、ちょっと、宿題の質問があって、聞いてもいいですか？どうぞ。いいですよ。今、レポートを書いています。means, I'm writing the report. That's what she is doing right now. Look at the form closely. means, literally, write, and stay in that action. Therefore, it is interpreted, either, present progressive, or, present continuous.Next words are always use this form. For example, the verb to live is an action that it happens in one time and has continued. Those verbs are used in the same interpretation. Mike さんは何人家族ですか？父と母と姉と弟と僕の5人家族です。お父さんとお母さんはアメリカにいますか？はい、ロサンゼルスに住んでいます。父は大学で英語を教えています。母は銀行に勤めています。お姉さんと弟さんは？姉は結婚してニューヨークに住んでいます。主婦をしています。弟はまだ高校生です。父と母と一緒にロサンゼルスに住んでいます。美咲さん、何をしていましたか？美咲さんも宿題をしていました。そうですか。じゃあ、忙しいですね。でも、美咲さん、この図書館のコンピュータールームにいました。だから、今、ここに来ます。え、本当？こんにちは、ジュディさん。こんにちは。ジュディさんは今何をしていますか？お母さんは今何をしていますか？あなたは昨日の午後8時頃何をしていましたか？